どうもこんにちは。コラーゲン配合マンです。コラーゲン配合マンのドキュメンタリー映画めっちゃ好きやねん、ご覧いただきましてありがとうございます。この番組はですね、体験ドキュメンタリー芸人の私コラーゲン配合マンが、見たドキュメンタリー映画を、まあ大手ですね、その感想を言うという、こういった内容になっております。よろしくお願いします。さあ、今日ですね、ご紹介させていただきたいのはこのヤクザと憲法という、これがですね、1月2日、ポレポレ東中野で上映される、1月2日から上映される映画なんですけど、まずこのタイトルからしても食いつきます。私はね、なんと言いましょうか。私もあの10年前にね、あの、ヤクザ事務所に1ヶ月、密着取材させていただきましたから、これはどういう映画なんだろうというので、見させていただきました。まずですね、監督なんですけれども、東海テレビの方で普段番組を作ってはります、土方監督っていう、40歳のですね、方なんですね。実際まず会ってまいりまして、きっかけから聞いてきたんですよね。だからですね、まあ暴対法ができてこの20年ですね、暴力団ヤクザというのが実は強いように、思われがちやけども、実は大変今弱い立場になって、追い込まれているのではないかと、思ったと、まあ、要はだからチラノザウルスが徐々に氷河期を迎えていってるのではないかと、それに近いような感覚があって非常に興味があったので、まあ人を介して大阪は東組っていうね、そこの組織に取材交渉したら、まあ、受け入れてもらって、カメラで密着した組事務所にっていう、これがきっかけだったらしいですよ。でこれ入り口でしょ。でも今日はもう逆に出口も最初に言っちゃいますけども、密着取材をした結果、監督が今一番思ったことっていうのは、未だに肯定も否定もどちらもしてないですって。ただちゃんといろんなものを知った上で肯定するなり否定するなりしなあかんなっていうことを感じたと。で、見ていただいた方にもそういう風にして、まずは職業がどうやからとかいうことで、まずはその実態を見て、その上で、できれば何かを考えるきっかけにしていただければと言うてありました。これ実際ね、僕も見て思いました。いや、もうまず思ったのがね、まあ、ヤクザさんですけれども、我々と同じ人としての普通の同じ部分ってやっぱりね、あるんやなっていうのはやっぱり見て初めて知る部分があるわけですよ。例えばこの冒頭のシーンでですね、東組の事務所の書籍、本が置いてるところにカメラが入るんですけど、まあ当然ヤクザの本が多いですよ。修羅の群れやろ、わーってこうヤクザの本がわーってある中、うっと見るとですね、犬との約束っていう本があるんですよ。これはですね、ほんまに可愛らしい犬が紹介されてるんですよ。で、で監督が、なぜこの本があるんですか、と若い衆の人が、いや、ヤクザも癒し必要ですから、というわけですよね。なるほどな、普通。だから、犬好きな人もいるっていうことですよ。それで言うとはですね、僕もそうですわ。取材10年前行かしてもらったね、某任教団体の会長代行さんですけども、会長代行ですよ。組織のナンバー2の方ですけども、好きな食べ物はシュガーデニッシュパンでしたからね。そう。だからそれも、甘党の人もそら、おるやろっていう話ですよ。でもっと言うならね、その会長代行に至ってはもうめちゃめちゃ編み物が上手なんですよ。これマジですよ。ふわふわのファーファーを手芸のともに送って、入選してはりましたからね。だから編み物が好きな人もおるという、だから我々と同じ部分もたくさんあるんだっていうことがまず知れるわけ、知りましたねえ。で、あともう一つ、こちら映ってありますけども、川口さんという、中にも、まあ、この映画の中にも、まあ、たくさん出てきてあります、東組声優会の2代目会長でいらっしゃる方なんですけども、この方のインタビューとかで僕が初めてまた知ることもありました。ヤクザさんとあれみたいですね。ヤクザさんは保険に入れへんらしいですよ。だと銀行で口座も作れないと。で、まあ、ここまでは自分にまつわることだからまだいいけどもということで、例えば口座を作れないとなると子供にも影響すると。でね、まあ、小学生の給食費というのは、引き落としらしいですよね。けど口座ないから引き落とされへんから、ヤクザさんの息子さんとか子供さんは手渡しで学校に持っていかんとかある。でそれを見て、あ、ヤクザの子なんやってバレてまうみたいな、なんかそういう風な現実があって、で、まあ、もちろん無条件でもう幼稚園には子供さんは、ヤクザさんの子供さんは通えないとか、なんかそういうの僕知らなかったんですよ。実は今回なぜこの映画が成立したかという理由はそこにあってですね、
東海テレビの土方監督は自分が興味があるからカメラを入れさせてくださいとお願いに行ったんですが、さらにその上で条件を出してるんですよ。3つ条件がありますと。報酬は一切払えません。1つ。2つ目、一切どういう作りにしてるかは見ないでくださいと。こっちの編集に任せてくださいと。で、3つ目、顔モザイクは基本かけずに全部さらけ出していただきたいです。もうありえない一方的な条件を3つ出してるんですけども、川口さんは分かった、いいよって言って受け入れるわけですよ。だから、それに関してですね、そのメリットが直接この組事務所に直接的なものがあるわけでは正直ないような気もするんですけども、それでもなんか伝えたい、こういう現状になってるんだっていうことを伝えたいっていうものがあるんやなっていうのを、まあそれを聞いて僕はちょっと思ったりいたしましたけどね。そうなんですよ。いろんな、だからそのヤクザさんがいて、ヤクザさんの家族がいる、でいよいよ最後の方にはですね、ヤクザさんの顧問弁護士をやってる人にもこうカメラが向くんですけど、ここにはここのまたバックボーンがいろいろあったりこうするわけなんですよ。ね、出てきはんのがですね、元山口組の顧問弁護士の山内さんという60何歳ですかね、その方の密着してるんですけど、まあやっぱりそういう、いや、ヤクザさんの弁護をするとはどういうことだみたいなんで、まあ世間的な叩き回りので警察の1回すでに起訴されてるんですかね、まあ何かあったらこうしょっぴこうとやっぱりされてしまうところがあるわけですよね。ちょうどこのカメラで密着してる時に2回目のちょうど起訴で、いよいよ判決が出る日っていうシーンがあるんですよ。で今回その判決で有罪判決山内弁護士が食らったら、弁護資格をもう剥奪されると。なんか事務所を畳まんとあかんっていう状況なんですよ。このね、判決が出る日のシーンがね、いいんですよ。山内弁護士さん、いや、弁護士がその自分のところの事務所を出る時にね、唯一一人だけいる事務のおばちゃんがいますね。まあおばちゃんだって同いぐらいの年、もうちょっと上ぐらいですよ。だから70過ぎなんでしょうかね。そのおばちゃんとの会話が、だからこのおばちゃんだってもうこれはもう巻き込まれてるわけですよ。ね、今日の判決で、実刑判決出たらもう自分ももうこれ仕事を失うわけですから、その状態でおばちゃんがね、先生頑張ってきてよ、言うて、その後パソコンで先生の星占いを見てるっていうね。あ、先生今日結構いいよ、絶対勝てるよ言うて見ようからはるわけですよ。興味深かったのはですね、実はこのおばちゃんなんですけども、もともとはこの山内弁護士の、事務員さんっていうのはね、10人いたらしいんですよね。ところがですね、その前1回目の起訴の時に、まあ、結果は有罪にはならなかったんですけども、まあ、そこでその期間にほとんどの人が辞めちゃったらしいんですよ。まあお金が支払われなくなったとか、まあ世間的にまたイメージが悪くなったとかで、みんな事務員さんパッとこう抜けちゃう。このおばちゃん見送ってこう星占い見て、このおばちゃんだけは残らはったんですよ。これを土方監督に思った時に、どういうこと、なんであれ残らはったんですかねってこう聞いたんですよね。ならね、なんかこの山内弁護士のお父さん、まだ遡れます、山内さんのお父さんは地元で有名な魚屋さんやったらしいですよ。実は最後のシーンに出てるこの、ね、判決の日見送ってこの唯一のことおばちゃんは、その魚屋さんで働いてはった方なんですよ。だからお父さんに義理があり、でもっとこの山内弁護士のことは多分若ボンって呼んでたんでしょうね。でその若ボンが先生になり、そこで働くようになり、先生と呼ぶようになるんだけれども、そういうのがあって、自分は最後の一人になっても残り、最後の日になるかもしれない日も星占いを見て、先生絶対勝てるねって見送ってはるというバックボーンもあるんやなっていうのが実は描かれておりますね。だからまあ、だからなんやねんって言ったらなんやねんって話なんですよ。ただでも監督がまさに言うてはったいろんなことを知った上で、肯定も否定もしてもらいたいっていう上でね、やっぱりその甘党の人もいりゃ、犬好きの人もいりゃ、でそのヤクザさんの子供さんもいりゃ、親御さんもいりゃ、またその弁護士さんの職員さんもいれば、事務員さんもいれば、いろんな人間がそこに関わっているっていうことが、まあ、ある程度分かった上で、それでもこれは良くないんじゃない、
これはでもどうやろうっていうようなことを意見していくべきではないかという監督の趣旨が映画を見てなんとなく私も伝わってきたなという、そういった作品になっております。皆様はこれを見ていただいた上でどういうふうにお考えになりますでしょうか。ポレポレ東長野で1月2日から上映されております。ぜひご覧くださいませ。ヤクザと憲法でございました。